どうもこんにちは、太郎です。今回はシルバーの実験技ですね、こちらのパーソナルストーリーやっていきたいと思います。直せるものなら直したいのだが、寝ちゃう病気かなそれくらいしか思いつかないけど、どんな話なんだろう。魔法薬学室2年 A 組アジームシルバー、なぜお前たち2人だけが放課後俺に呼び出されたか分かっているな。俺はテスト中に居眠りをしたからです。反省会になってる。俺は今日の魔法薬学の授業でビーカーを5個割っちまったからかもう割っちまったからかってもう聞くまでもない感じだなこれはその通り、居眠り常習犯と備品を破壊したバッドボーイよってお前たちに罰を与える。罰？補習ですか？汗汗だね。補習の課題は眠り薬の調合。眠るのが大好きなお前におあつらい向きの課題だろう。成功するまで魔法薬学の単位はやらん。だね。それはピンチなんじゃない？落第のピンチ。嫌なら己の行いを反省して課題に励め。That's will do。単位を落とすなど、マリウス様に使えるものとして恥だ。眠り薬を完璧に作れるようにならなければ。カリム、俺はこのまま残って調合するが、お前はどうする？俺もやる。さすがに寮長が単位落とすのはカッコつかないからな。でもさ、これさ、完成したかどうかさ、どうやってチェックするんだろう。シルバーで試してもさ、なんかこれは薬の力なのか、シルバーが普通に眠ってるだけなのかみたいななんかわかんなくなっちゃいそうじゃない。じゃあ早速始めよう。教科書の何ページに載ってたんだか。待てよシルバー、教科書を読むよりうちのジャミルに説明してもらった方が早いぜもうドラえもんかなんかと間違ってんじゃないか。ジャミルのことをめちゃめちゃ便利に使ってんな。細かい文字なんてどんだけ見ててもまた居眠りするだけだろ。俺も難しい話を聞いてるとすぐ眠くなるから気持ちはわかるぜ。教科書ってさ、なんかすごいよね、魔力が。遠慮すんなよ、ジャミルは魔法薬の調合が得意だし教えるのもすげえうまいんだぜ。あいつに任せとけば眠り薬だって簡単に作れるようになるさ。ちょっと待ってろ、すぐ戻る。お、止める間もなく飛び出してったな。カリムさ、教科書読んだことないんじゃない？もしかして今の感じからすると。俺は勉強すると眠くなると思われてるのか。あ、そっか、シルバー呼び出されましたね、ジャミル。俺にお前たちの補習課題を手伝えと。すまない、一応止めたんだが。ダメか？ダメとは言えんだろ。魔法薬学室まで無理やり引っ張ってきて、今さらダメもないだろ。とりあえず付き合ってやる。寮長が単位を落とすのは副寮長としてさすがに勘弁してほしい。実験器具は揃っているな。じゃあ早速眠り薬の調合を始めてくれ。手順を間違えたら俺が注意する。お、なんかジャミルいいやつだね。とりあえずちゃんと何やらせようとしてるじゃん。なんか自分でも作っちゃおうみたいな感じになるかと思いきや。作りましょう。頑張れ二人とも。床屋味噌 5g。 よし、ちょうどだ。え、何このままそう、なんかサクッといっちゃいそうじゃない？あら、もう間違えた待って、カリム、大雑把すぎる。教科書通りにやるんだ。調合は繊細に、丁寧に、正確に。魔法薬学の基本だろ。クルーエル先生はこんな感じでささっと調合してたぜ彼はナイトレイブンカレッジで魔法薬学を教えている教師だぞ。そうなんだよな なんかそうなんよおっしゃる通り、もうぐうのでも出ないぞこれ。寝てる？もう寝ちゃってる？寝てる？この状況で？ジャミルの話が長すぎたんじゃないか？
全然長くねえだろ、ジャミの話。はっ、俺はまた眠っていたか。ああ、俺に勉強を教えさせておいてな。シルバーにはちょっと厳しいぞ、これ。昔から突然眠くなることがあって、どうしても眠気に抗えないんだ。うんうん。勉強って眠くなるもんな。これ誤解されてる、誤解解くんかな。あ、ちゃんと説明してるね。眠くなる条件がわからないから難儀している。医者にもサジを投げられたから、病気じゃないはず。おお、そうなのかな。これってさ、いつか解決するんだろうか。なんかマジでかわいそうになってくるよね。寝たくてさ、なんだろう、寝てない、何、眠くなっちゃったみたいなさ、状況。眠れない状況で眠いって辛いよね。今から眠気覚まし、おい、怒られるぞ。眠気覚ましの魔法薬を作ろうぜ。また余計なことを。課題はどうするんだ？そうだよ、課題どうするんだよ。課題に集中するためにも眠くない方がいいだろう。眠り薬を作るために眠気覚まし作りを作るってこと？カリも漏れえな。ジャミルがよく眠気覚ましの魔法薬作ってくれるじゃねえか。これも購買部に行ってさ、なんかレッドブルとかメガシャキ買った方がいいんじゃねえか。俺の体質にその薬がどこまで効くかわからないが、試せるものは試したい。よっしゃ、そうと決まれば順は急げだ。大体の材料は植物園で揃うらしいぜ。こうさ、なんだろうな、課題とは関係ないことになると急に元気になるやつ、わかるよ。課題はちょっとテンション上がんないけど、ちょっと違うことだったらちょっと元気になっちゃうみたいな。本題からずれてるんだよな。ジャミル、これどうすんの？お前たちが作らなきゃならないのは眠気覚ましの薬じゃなくて眠り薬だろうが。続く。でもクルーエルもさ、眠気覚まし薬をさ作らせたらよかったんじゃない？こいつら寝なくて済むじゃん。第2話行きましょう。反省すんのかな。植物園、取りに来たね。温帯ゾーン。眠気覚ましの魔法薬に必要な材料。雷鳴樹の葉。気鉄の、かな？冷鉄かな？の種も揃ったが。暁天草っていうのかな、これ。見つからないなぁ。すべてがあるわけじゃないってジャミル言ってたよ。そう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 。希少な薬草で、この辺じゃ少し離れた森まで行かないと生えてないんだ。その森までどれくらい時間がかかる？往復で3時間？結構やばいね。もうそろそろ日が暮れる。暗い森の中で薬草探しなんてほぼ不可能だ。どうにかならないのか、ジャミル。他の薬草でごまかすとかさ。ごまかせなきゃねえだろ、これ。魔法薬学はお前が思ってるほど大雑把な学問じゃないといつも言ってるだろ。では、眠気覚ましの魔法薬は諦めるしかないのか。ちょっとシルバーショック受けてんじゃん。親父殿の後を継ぎ、立派な騎士になるためにも、この居眠り体質を改善したかったんだが。シルバー。お、なんだ？ピピ？ん？シルバーの肩に小鳥が止まったぞ。もしかしてお前のこと慰めてるんじゃないか？そうかもしれない。二人とも本気で言ってるのか。ジャミルがもうこの二人はもうやばいみたいな感じで見てる。おとぎ話じゃないんだから、そんなことあるわけないだろう。植物園の小鳥が人に慣れてるだけだ。ガサガサ、ウサギがシルバーの足元に寄ってきたぞ。かわいいな。めちゃめちゃ羨ましいぞ。おい、シルバー、そのウサギが加えてる植物まさか。ジブリの主人公みたいな感じになってるじゃん。この葉っぱを俺にくれるのか？コクコクコク。感謝する。助かった。シルバー、お前、すげえな。
見るよジャメル、あのウサギすげえ嬉しそうに飛び跳ねてるぜ。心なしか頬まで染めてるような幻覚か。なに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 、牛でも走ってきた、動物の群れが押し寄せてくる。なんで大丈夫だカリム、ジャメル害はない。いやいや怖いだろ。え、みんな持ってきたの希少な植物を。リス、スリスリスリ。ほら、頬にすり寄るな。くすぐったい。羨ましい。お前が持ってきた、かっつき、おまった、もう受け取ればいいんだろう。動物たちのおかげで、あっという間に、大量集まった。よかった。シルバー、うちのお抱え、猛獣使いでも、ここまで野生の動物を手なずけられないぜ。まるで動物たちのアイドルだな。あはは。二人とも驚かしてしまってすまない。シルバーは動物言語学や洗脳の魔法に長けているのか？昔から森で迷った時や修行がうまくいかず落ち込んでいた時などは、動物たちがそばに来て助けてくれた。羨ましいなぁ。俺の親戚にもやったら虎に懐かれてるのがいるなぁ。虎に懐かれるちょっと怖くない？甘噛みだったらいいんだけど。そんな体質のやついるか？いきなり眠ったり、動物に懐かれすぎたり、シルバーは変わってるなぁ。俺自身もそう思う。俺は一体何者なんだ？シルバー自身もよくわかってない。早く作んないと、そういえば忘れてたわ。おお、真剣な眼差し。試験管の中にミッキーがいる。いいね、なんか可愛いな。素敵な魔法を作ってるように見える。眠気覚ましの魔法薬はビーカーの中の液体がエメラルドグリーンになれば完成だったな。温度が一度でも下がれば失敗するぞ。慎重に進めることだ。材料はちゃんと測って丁寧に混ぜてと。うまくいくかな。ボン、爆発した。失敗か。ビーカー壊れた6個目のビーカー破壊。大丈夫。あ、よかった。液体の色がエメラルドグリーンになってる。眠気覚ましの魔法薬が完成した。これで眠らずに済む。ありがとう、ジャミル、カリム。ちょっと待って、終わったみたいになるぞ、これ。終わったみたいになるって、これ。それじゃあ、今晩は眠らずに、課題の眠り薬を作る勉強しないとな。そうだよ。忘れてたね、絶対。これからが本番だったか。やっぱり、本題が頭から抜けてたな。終わり。面白かったな。ストーリークリア。なんかあの二人が教室にいたらめっちゃ平和だろうな。グルービーさせに行きましょう。はい、やってまいりました。SR シルバー実験機ですね。グルービーさせたいと思います。グルービー、オッケー。いや、なんかシルバーとさ、やっぱカリムはさ、いいペアだよな。なんか、ほんわかするわ。やはり苦手を克服するためには鍛錬しかない。グルービー、なんか脳筋みたいなこと言ったな、さっきやはり鍛錬しかない。どの角度から見てもイケメン。嬉しい。そう見えないって。わかった、次は善処する。かっこよかったですね。では、せっかくなので、ボイスも見に行きましょう。はい、やってまいりました。SR 実験技のボイスですね。ホーム設定から順番に見ていきましょう。一緒に勉強したいのか？勤勉だな。なんか一緒に寝ちゃいそうだな。ホーム繊維。力だけでは、大切な人を守ることはできない。
知識や機転が必要になる場面も必ず来る。かっこいい。本質に行ったことはあるか。あの場所には注意しろ。暖かくて油断すると眠ってしまう。何を言うかと思えばそういうことか。実験のコツ。教科書に書かれていることを守る。以上だ。なんだかリドル君みたいなこと言うじゃないですか。いいっすね。予習復習も日課の一つにしているが、昨夜は寝てしまった。今からやる。なんか夜中になったら本気出すみたいな。グルービー。魔法も勉学も努力が必要なのは変わらない。おっしゃる通り。同じクラスのカリムはよく実験に失敗するが、くじけない。大切なことだ。励まし合ってるんかこいつら。お前はセベクと同学年だったか。どうだ、あいつの声はうるさくないか。めっちゃうるさいです。うるさいけど元気でいいよ。親父、リリア先輩の料理は独創的だ。まずレシピを用意し、レシピを見ずに作る。おもろ。レシピを用意し、レシピを見ずに作る。必要な睡眠時間は人それぞれというが、俺にはあと何時間足りないのだろう。なんかさ、好きなだけ寝ていいよって言ったらさ、どれだけ寝ちゃうんだろうね、シェルバー。そう焦っても勉学を一日で体制することはできない。いいこと言うじゃん。日々の積み重ね。じゃあグルービー最後ですね。料理ならする。得意ではないが、自分で作れば少なくとも味の想像はつくからな。何これ、リディアの料理の味の想像がつかないみたいなことをアンに言ってんのかな。面白かった。はい、今回は SR 実験技のシルバー、パーソナルストーリーとボイス見ていきました。いや、もうさっきも言ったんですけど、カリムとのペアやっぱいいですね。本当になんか似合ってるっていうか、もうめちゃくちゃの方向に行くから、ほんわかグループなのに。なんか楽しい話が見れてよかったです。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。